はい、どうもゆたです。今回はちょっとゴルフ、僕のチャンネル登録してる方は結構見てると思うんですけど、この前の富士で結構ストレート離されたんで、ちょっと馬力がどんなもんかちょっと測りに来たんで、ちょっと今オートバックスで測ってみたいと思うんで、ちょっとお楽しみにしてください。今ちょっと測定が終わりまして、馬力の方が、316.2 でトルクが 43.3 ですね。数字だけ見るとやっぱ僕の WRX とちょっとしか差がないんですけど、馬力はですね、トルコはやっぱり結構差がありますね。でやっぱ下から結構トルク出る車なんで、まあこの曲線も見てもらうと分かるんですけど、結構やっぱ滑らかに上まで上がってますよね。であとこっちが回転数別のトルクと馬力になってますね。3000回転からもうトルクが30キロ出てるんで、でもう3400いくと40で、3600だと43、もうかなり下からもう最大トルク出てるんで、上までやっぱ綺麗にトルクフルな感じで吹き上がってますよね。で馬力の方は5700回転が一応一番馬力のあるところなんですけど、多分この馬力の数値の下がり方からして多分まだ伸びしろがあるんですよね。測定する時にギアがちょっとこの車固定ができないんでアクセル離すしかないんで、多分アクセル踏み切ったら多分もっと上で馬力のピークが来ると思うんで、予想的には320超えるんじゃないかなっていうような気もするんですけど、まあちょっとわかんないですけどね、そんな気はしますね。まあ数字だけ見ると馬力はほんとそんな変わんないんで、まあ、トルクがやっぱ下から出る分加速はいいのかなと思いますし、まあ、ミッションとかあと空力、タイヤの幅も違うんで、まあ、そこがやっぱ速度の差が大きく出た場所かなって思いますね。じゃあ一応ちょっと馬力の測定パワーチェックの動画以上になりますんで、はい。